はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V2 週目続きをやっていきたいと思います。とりあえず18話は、クリアしたので、シナリオチャートで、ここか、第18話迫るデンジャラスゴールド、ミスター X の導きによりウォルフガング、ビトン、ミフネ、ホイ、そしてジョーは DG 同盟を結成し一向に戦いを挑む。戦いの中、ホイの卑怯なやり方にプライドを傷つけられたジョーは一時的にマイトと休戦し、グラハム、コーラサワー、さらにはバトルボンバーと共に DG 同盟と戦う。マイトがジョーとの戦いに決意を新たにする一方、ホイはパープルによって組織を追われるのであった。ということで、まあ、グラハムとコーラサワー仲間になりましたけれども、まあ、こいつらは相変わらず使わないと。で、ここが分岐するので、19話のところですね。女性主人公だと下に行くのかな。じゃあ次のマップへ行きましょう。大筋はでも変わらないと思うんだよね。怒りの連絡そうだっけあ、そうだ、こいつが、あれ、これって男性と納豆の話になるんだっけ。まあ、ここら辺の話は一緒ですね。A の新型ってなでしこ C のこと？意外に五郎子のお話すぐ終わったじゃん。クリムゾングループ、何のグループだっけ。まあ、この世界も結構大変ですからね。リアル系か、リアル系とスーパーロボット系があるからね。あれ、一回宇宙に上がるんだっけ。
暁会長って今何歳だ？結構離れてるよね、テッサとは。そうか、やっぱりこういう機体の整備も多重構造になってるんだね。いや、その分みんな10段階改造してあげたよ。金をつぎ込んで。契約書とかこいつら読んでんのか、ちゃんと。でもさ、これ出撃拒否したらさ、通常分の給料はどうなんの？いかなる理由でも出撃しなかったら減給みたいなこと言ってたけど。マジンガー Z、 あ、そっか、ここでマジンガー Z の話をするのか。大体さ、ロボットが一緒って言ってもさ、言葉が一緒だからね。どの世界だろうと言葉は通じるっていう。そういや、徹夜は結構離脱期間が長いからね。別に使ってないけど今回は。
行動の指示をお願いします。自分では判断できないのか、ナインちゃんは。AI が嘘をつけるわけがないって、その理由もよくわからんな。 AI が判断すれば別に嘘つくんじゃないの。第19話、嘘と思い。そう、L にね、ダブルゼータ乗せて、ルーは薬ガンダム乗せたけど、機体的には全員出れんのかな。割とね、やっぱりね、数が多いんですよね、今。あ、大丈夫か。グレートマジンガーが出てるね。めんどくさいオペレーターだな、本当にこいつは。2ターン以内に敵を全滅させる。ということは派遣しないとダメだね。とりあえずこっちに引っ込んでもらって、じゃあ迎撃できるやつは迎撃していくか。そもそもね、凍結バレット、そこまでの火力が出ないからな。射程がね、意外に短い。無理か、攻撃できないな。まあ、4800くらいの機体だったら大丈夫だろうけど、ルナマリアがあと1機か。ただなんだかんだでね、グレートエースボーナスはつけたいんだよね。 EX カウントが1
値上がるんで、それがやっぱり結構でかいんだよね。まあ、2ターン以内は楽だな。ザコは早急に排除して、2ターン目はヒットポイントの高い魔人を相手にすれば大丈夫だね。だ、期待数ってこっちの方が多くない？ハイメガキャノン、やっちゃうからね。いくよ、ハイメガキャノン当たれ。取ってくれよ、まだ戦わねばならんのだ。我らの力思い知るがいい。余裕余裕。柔道とかハサウェイとかどう思ってんだろうな。なんで期待を交換させられたんだ。VR をやった時の感覚もかなり気持ち悪かったからな。ファンネルって当たるかな。当たんないか。ビームサーベルしかないね。こうなったらビームサーベルで。落ちなさい。倒せない。音楽は期待になってんのか。減ってない。こいつも言うから凍結バチとか当たるか。こんなもんでいいかな。まあ、反撃してれば余裕でしょう。いいね、撃墜数を稼いであと2。54、近づいてきたね。こっちいくつだっけな。55。まあ、いや倒そう。で、まお姉さんは59か61。まお姉さんがこれで3900は大丈夫でしょう。ダメだった弱い。これでもさ、10段階改造してあるんだよね。それでこの火力か。まあしょうがないっちゃしょうがない。
やってさ複数の敵を一発で葬っていくのってほんとすごいよな。何マス移動したんだよこいつ。結局教えてくれるんだっけ。倒してくれてもね、結局さ倒されるとお金と経験値にならないからね。あとは倒すだけだから、うわこれも無理か。いやきついな、ダブルゼータなのに。凍結バレットはもったいないか、段数がそこまで多いわけじゃないからね。ただまあ突っ込めるやつでどんどん突っ込んでこう。あと財布修正無視をつけてないからな。一応2段階くらいつけるか。まあ多分こいつらはそんなでかくないと思うけど。一撃で葬れないか。加速ってあるんだっけ。てかナインがいないし。のセリフだよ。宣戦布告をしてくれるところは。おうおお、紳士的だね。これなんか機体の性能上がるんだっけ。
大体さ、こいつらの機体でさ、あんな射程の長いのは無理だろう。何マス離れてんだよ。ゲッターとマジンガーが使えないっていうのがかなりでかいな。あいつらの火力半端なかったからな。このままで多分大丈夫だと思うけどね。プチナインヘルプ使っちゃう、一発でぶっ倒せると思うけど。お前何勝手に戦艦から出てきてんだよ戦艦に押し込んだはずなのに。お、やっぱ出てきてる。突っ込んでもらおう。もうさすがにこっちのやつらをな、連れてくる余裕はないから、これでなんとか対処しよう。一応クリティカルが出ればなんとか倒せるけど。ビルキス狙いか。こいつって倒せちゃうともう終わりだっけ。ブーストダッシュをかければ届くかな。このターンで多分排除できるな。タイミングキャノン。50機ようやくか。よし、ちょうどいい感じだね。最後だからフェアリーブレス使おういつも忘れる。
これは1の射程じゃダメなんだ。ミサイルで援護します。私自身が弾丸になる。絶対に逃がさない。かかった今だ。この俺が逃がれたかと。完璧な戦術でしょ。負けた罰よってそんな話だったっけ。勝手に決めないでくれるかな。男性主人公の話の流れを忘れたな。哲也はあんまりシャシャリ出てこなかったよね、確か。説教するとか言ってたよな。ペロリーナ人形。ペロリーナ人形っていくらで売れるんだ。
ヤマトってだってそもそもエネルギーがなくなかった。火星の後継者との戦いはもう通常ルートなんで、次は壊滅してますね。バカ者、絶対説教しないよこいつ。ほら、単純すぎだろ。友情は成立しないと聞きます。誰から聞いたんだ。確かに戦友という言葉の意味、戦友と書いて友と言うんだよ。それは知ってるかな。とりあえず分岐の話が終わったので、次はロンドベルか独自かアマテラス攻防戦とかの火星の後継者の話は終わって、
もう一個の地球に飛んでロンドベルと合流する感じになるのかな。じゃあ次回はそこからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。で最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。